2020夏アニメ、アニメ売り上げ円盤だ、ポイーンというわけで始まりました。もう前期のもう並々ならぬ人気タイトルが並んだ2020夏アニメの円盤売り上げ、もう第1位から最下位まで、本日はなんとなんとアメリカ大統領選でね、もう大変な集計係の皆さんがもう一生懸命一枚一枚集計していただいて、その結果が届いておりますので、これから発表していきます。そんでそんで、さらにですね、こちら見てください。何かわかりますかね。こちら文明堂のカステラと思ったでしょ。皆さん違いますよ。これは私が買ったですね、円盤なんです。こんなでかい円盤、第1巻のみ入ってるんですけど、何の円盤を購入したか、そしてどんな円盤特典がついてきてるのかをですね、ご紹介していきますよ。それではまずまず最下位の発表ですね。もう結構たくさんあるんで、もう急いでいきましょう。どのくらい急ぐかって言ったら、もう非常口に駆け込むぐらいですね。ぐらい急いでいきましょう。はい、紹介していくっす。いや、見るの初めてです。これもう集計係の方から今届いたんで、速達で、最下位のタイトルがひどい。これは17位最下位、言いたくないですけどね、発表していきます。第17位、ギャルと恐竜、円盤売上枚数63枚。ちょっと交友関係少なめな人の結婚式の招待状ぐらいの枚数ですね、63枚。はい、続いて16位、永遠の消防隊第2章、82枚。続いて、バキ大雷大祭、続編が決定しております、ネットフリックスの作品ですね。私も見ておりました。面白かったです。152枚ですね。ピーター・グリルと賢者の時間が第14位で233枚。うん。まあ、順当ですね。15分アニメなんで。続いて、これはちょっと許せないですよ。PA ワークス制作、オリジナルアニメ、あっぱれらんまんが343枚で13位。面白かったのにね、やっぱりランマン。アニメオリジナルだから確かに知名度の差はあれど、PA ワークス様はオリジナルありでもね、すごい本気で作るんですよ。前のやってたフェアリーゴーンっていう作品もあってね、これもオリジナルアニメで全然売れなかったんですけど、建物の建造物とかをしっかり建造物から構築してるんですよ。だからキャラクターが2階に行った時とか、回り込んだ時の、もう時間配列まで、時間がリアルタイムで進行していくっていう、その建物の構造まで作り上げて、やってるんですよ。フェアリーゴーンは僕2話で切ったんですけど、第10位、トップ10ですが、惜しくも1000枚切りました。第10位、ラピスリライト。横浜アニメーションラボさん初の、制作の作品でしたけどもね。まあ、アイドル作品ということで、まあ、リステージが1000枚ちょっとだったかな、確か。まあ、リステージのクオリティほどではなかったというところで、アニメーションの円盤の売り上げ伸びなかったのかなというふうに思っておりますね。まあ、886枚。まあ、大貞春の通算本塁打は超えてますが、残念ながら10位です。1位ではありません。そして第9位、彼女をお借りします、第2期決定、925枚。これはまたね、売れると思ってた。売れると思ってたね。やっぱ青豚とかにも結構似てたしね、青豚とかにも結構似てたし、声優さんもすごい豪華だから売れると思ってたんですけど、925枚でした。第8位ね、ありえないね、これ。放課後堤防日誌。1449枚。ありえない。少ない。これは許せないね。これは許せない。不正が働かれてるとしか思えません。これはおかしい。ゼロの桁を一つ間違えているよ。二つなんなら間違えてるよ。1449枚。少なすぎる。農林水産省公認アニメですよ。ツイッターの方でもね、かなり言ってましたけど。もうひなちゃんが可愛かったじゃないですか。裁縫部のひなちゃんが一生懸命釣りを大好きになっていく感じ。大好きだったじゃないですか、もう。なんでこの魅力が伝わんないですかね。まあ、僕買ってないですけど。うざきちゃんは遊びたい。1743枚。もっと売れた思ったんやけどね。このね、今で限ればかなり大健闘な数字じゃないかなっていうのは正直思ってます。後ほどね、ご紹介していきます。後ほどご紹介していきます。これすごいですよ。得点めちゃめちゃ豪華です。第6位、トップ5は逃しましたが、富豪刑事ですね。富豪刑事1962枚、2459枚。
第5位。第5位で2000万台少ないね。ド級変態エグゼロス。2663枚。学びライン超えの堂々の第4位。魔王学院の不適合者。5387。リゼロから始める異世界生活セカンドシーズン。レムチーが、レムだっけ、これ名前忘れちゃった。ちょっと記憶喪失設定。もう本当にね、リゼロはもっと、売れなきゃいけない作品なんだけどね。まあ正直なこと言うと、分割2クールで2クール目の終わりっていうところがね、やっぱこのランキング見てても、終わりの部分やっぱ、結果出したアニメが予想よりもちょっと伸びてるなと思ったので、まあ最後の部分かなって正直思います。まあ第1期の時が、初動はこんぐらいでしたが1万本以上いってるので、まあかなり第1期の時に比べればちょっと落としてるかな。まあ3、4年ぐらい空いたのでね。まあ仕方ないんでしょうけど、これ1巻でこれですから、やっぱり2巻以降っていうのがやっぱ4000枚台になりそうですね。続いて第2位。12,342枚。1万台超えましたよ、約2位で。まあ大体、レナウン、倒産したレナウンの、服の在庫の数ぐらいですね。12,342枚。第2位。ソードアートオンラインアリシゼーション、ウォーオブアンダーワールド。はい、ありがとうございます。12,342。うん。減らないですね、なかなか。ソードアートオンラインアリシゼーション。まあこれ2なわけですけども、第1の方も、1万ちょいいってたので、減らないですね。ソードアートオンライン根強いファンというか、ファンがなんか、一途なんですよね。ソードアートオンラインのファンって。やっぱこれ、ソードアートオンラインいい作品。まあこの後続編もどんどん決定していくのも、まあ納得な数字かな。1万2000枚。立派ですね。そして、第1位発表いたします。それでは第1位の発表です。第1位。14,142枚。文句なしの第1位です、これは。ジビエ、あ、失礼しました。やはり俺の青春ラブコメは間違っている勘です。もう、これはね、ひとえにもうこれ予想通りかなって正直思ってます。もうこれね、意外な人多いと思うんですよ。リゼロと SAO よりは、オレガエルは売り上げ下がるんじゃないかとかね、そういう風に見られてる方たくさんいらっしゃったんですけど、僕は放送開始前からもう分かってました。もうなんでかっていうとね、これも後ほどね、動画の方でご紹介するんですけど、まあローソンコラボのオレガエルの、デザインなんですけどね、このデザインの素晴らしさでもオレガエルは売れてるんですよね。まあアニメの内容とかアニメのクオリティとか一重に円盤売り上げで決まるわけではないんですけど、これ、俺がいる1万4000本。うん。第1期は8000本か9000本。で、第2期に関しては1万2000本初動。うん。それを超えてるんです。5年6年放送してて、第3シリーズまで。そこで円盤売り上げが第3期が一番多いってありえないことなんですよ。はっきり言います。全部で多分イベントはついてると思うんですけど、それ考えた時になんで今回俺がいるは第1位派遣になり得たのかっていうと、円盤を売る力が他とはもう格段に違った。うん。いいアニメでも確かに5枚6枚ぐらい、5個か6個ぐらいの円盤全巻購入特典っていうのはあるんですよ。アニメートさんで予約したら、ゲーマーさんで予約したらこのタペストリーがつきますか。いろんな、描き下ろし、新規描き下ろしのタペストリーとかついてくるんですけど、特典が。それが今回俺がいるの場合っていうのは全巻購入特典だけで20種類以上あります。うん、これが強かったんですね。円盤を売りたい、円盤を買うことに意味を持たせたいっていうところで、しっかり俺がいるはもう結果出たんじゃないかなって思いますね。これアニメートさんの全巻購入特典の宇崎ちゃんは遊びたいなんですけど、第1巻だけの値段で 24,200円、涙目ピエンですね。こんな第1巻ないですよ。こんな値段の第1巻なかなか。それでは、何がついているか、全巻収納ボックス、全巻収納ボックスと、あとは、こちら、第1巻ですね。宇崎ちゃんは遊びたいの第1巻。この宇崎ちゃんのこの風船的なやつですね。これ、倒してもまた起き上がってくる。ちょっと膨らましてみましょうか。見てください。今何回も殴ってるんですけど、絶対倒れない。倒れないっすー。このデザインいいなっていうことでも買いました。クリアポスター、見てください。すごいっすよ。もう自然と宇崎ちゃんの口調になってますね。
よ。もう本当は見れないですからね、買ってない人は。見てください、かわいすぎる。かわいすぎませんか、うさぎちゃん。原作イラストのうさぎちゃんのこのクリアポスター、もうこれ買って一点の曇りなし、素晴らしいです。これちょうどこのソーシャルディスタンス保ってますもんね、人と会話するときもこうやってね、こうやって会話できますもんね。もうこれ見えてるでしょ。うん。じゃあこのまんま、もうちょっきりのいいところでお別れしたいなと思います。それじゃあ、それじゃあ、バイバーイ。